頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか。報告だとここです。そうか。よし、そんじゃ行くぞ。ちくしょう。最高にセクシーなアンドロイドね。道理でお前が来たがるわけだな。あったく。エデンクラブにようこそ。コナン、お前何してんだ。今行きます。まだ事件の捜査中ですから、今はまだ何とも言えませんよ。よう、ハンク。よう、ベン。調子は？ほら、あの部屋だ。おっと、それとギャビンも中にいるぞ。ああ、最高。死体にクズ野郎のおまけとは気が利くね。アンダーソン警部補とペットのアンドロイドか。ここで何してんだ。アンドロイド絡みの事件担当ですから。そうか。だが無駄足だったな。変態親父がやりすぎて倒れただけだ。ご丁寧にどうも。参考にするよ。ほら行くぞ。なんだか酒臭くなってきたしな。失礼します。心臓発作ではありませんね。絞殺です。ああ、首にあざができてるな。でも激しいプレイをするやあざくらいできる。何か見落としている。メモリーを読み込んでみたらどうだ。何かわかるかもしれん。おいおいおい、お前それかなり気色悪いぞ。また吐き気がしてきた。マイケル・グラハム。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません。再起動してみろ。激しく損傷している。うまく再起動できたとしても1分以下。何か情報を引き出せればいいんですが。
損傷していたから再起動したんだ。心配はいらない。あの人死んだの？何があったか教えて。私のこと殴り出したの。何度も何度も。君がやったのか？違う、あれは私じゃない。部屋には一人きり、他に誰かいたのかい？あいつ 3P がしたいって。私の他にもう一人いたの。その子が彼の首を絞めて殺したのか？もう一体言いやがったのか。1時間も前だ。もう逃げちまっただろう。いえ、気づかれずに外に出られるような格好じゃない。まだここにいるはずです。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのか？簡単には見つけられないでしょう。ああ、クソ、方法はあるはずだ。そいつが部屋から出てったのを見たやつがいるかもな。そんじゃ俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何か分かったら俺を呼べ。会社は顔見知り。確か来るのは2、3回目くらいだな。でも客とはほとんど口聞かねえんだ。みんなやることやったら帰っちまうしな。アンドロイドが問題を起こしたことは。指紋が出ません。リトライしてください。待った。1、2ヶ月前。一人逃げたな。同じモデルだ。跡形もなく消えやがった。すみません、警部補。ちょっとこちらに。見つけたのか？多分。相手をレンタルしてください。ふざけんな、コナー。そんなことしてる場合か。お願いです。私を信じて。経理に説明しろってんだ。購入完了。それでは素敵な時間をお楽しみください。そりゃどう。選んでくれてありがとう。ついてきて、お部屋に行きましょう。で、どうすんだ？見ていたんです。お前何言ってんだ。変異体が部屋を出た。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。3分で他の目撃者を見つけないと。おい、これを調べましょう。本当にわかんだ。青い髪のアンドロイドを見たやつなんて探せるのか？
方向は分かりました。目撃したアンドロイドをもう一体見つけ出るだけです。失いました。こんだけ金使ってるってのにこのざまとはな。ダメです、また見失いました。何も見ていない。どこかで間違えたのか。こんなに高くついた操作は俺のメカ人生でも初めてだね。わかりました。ついてきて。いや、畜生、どうかしてるぜ。待て。俺が先に行く。逃げられた。
くひでえな。散々こき使われて壊れたらお払い箱ってか。人類もおしまいだな。人間関係に嫌気がさして、みんなアンドロイドに走る。料理もしてくれるし、やりたい時にやらせてくれる。気持ちだって気にしなくていい。じきに俺たちは絶滅するだろうさ。人間と愛し合うくらいならプラスチックを買った方がマシだってんだからな。虚しいね。なぜ殺したの？この子は何も事件とは関係なかったのに。
つがあの女の子を殺したとき、次は私だって思った。すごく怖くなって、あいつ私のこと殺す気だった。だからあいつの首に手をかけて思いっきり締めてやったの。あいつが動かなくなるまで。確かに殺したわ。でも私はただ自分の身を守っていただけ。だって生きていたかったのよ。この子のところに戻りたかった。人間の汗の匂いや、それにあいつらの汚い言葉を忘れたかった。なのにあんたにこの子を奪われた。愛してた、愛してたのに。Thank you.